ラジオエジです。1月25日月曜日22時25分27秒です。ラジオエジの夜トレー夜トレです、えー。今日は僕10キロぐらい走ったり歩いたりしておりました。えー、ねし,、えー、しばらく2ヶ月ぐらいサボっておりまして。で、あの、あんまり歩くとね、膝が あの、軟骨が減って悪くなるって話も聞いてましたけど、2ヶ月ぐらいサボって、運動サボってみたところが、膝が痛くなってきまして、え逆に、やっぱりやりすぎない、やら、やらないすぎも良くない。やりすぎも良くないけど、やらないすぎも良くないんだな、ということですね。僕の場合はだから、週に1回10キロぐらいのランニングウォーキングを2時間ぐらいかけてゆっくりやって、えそれを週に2回ぐらい、 ね、一回10キロぐらいの週に2回ぐらいやるとちょうどいいのかなという感じです。これずっと前もやってたんでね。ね最近サボってたんですけど、ですから今日の、えー、ウォーキングの僕の歩数が、えー、ね、歩数が、えー、歩数が、えー、出て歩数が1万3900、1万4000歩ぐらい。で、えー、距離が10.2キロと出ております。多分だいたい正確だと思いますけど、 こんな感じで今日は運動しておりました。で、その後はちょっと音楽を聴いておりましたね。えー、走って疲れて、ちょっと、仕事というか、この、いろんな作業がちょっとやりたくなくてね、ね音楽聴いてました。僕は洋楽を聴くんですけど、今日はアリアナ・グランデ、そしてビリー・アイリッシュなどを聴いておりました。アリアナ・グランデさんはね、最近あの、セクシー路線に来てまして、 えー、ポジションズっていう曲は素晴らしいんですけど、まあその曲だったりね、サ4ティファイ5という曲がありまして、えー、34た三35という曲がありましたね。これもおしゃれな、なかなかいい曲なんですけども、えー、まあ34た三35ということで、えーね、大人のあなたにはわかりますよねっていうね、<laughs> そういうセクシー路線ですから、そういう歌が今流行ってるわけなんですけどね。 えでも、あの、そんなに、あの、やらしい感じじゃなくて、えー、あの、洗練されたおしゃれないい曲なんですよ。だけど、まあ、歌詞はあかん。歌詞はあかん。<laughs> あかん <laughs> まあ、そんなの聞いてたりして、えー、で、ちょっと時間が遅くなっちゃいまして、すいませんでした。で、今日のテーマなんですけれども、ね、日経平均よ、お前は本当に3万円に行くのか っていうね。そこが今日のテーマなんですけど、ちょっと日経平均のチャートから見ていきましょう。で日経平均のチャートなんですけど、今日、えー、ね、下平均予算つけてるんですよね。短いけど。で、高値引きして、28,822円。え、822、俺の誕生日じゃねえかよ。8月22日みたいなね。えー、822になってますけど。高値822、終わりに822。こうなると明日は一気に高値取はここまではいかない。ここまでいかない。 こうなると明日は一気に高値を取っていって2万9000円抜いてくるようなチャートだぜという話なんですけどねどうなんでしょうねそのあたりこれから見ていきますけどねでまあどうしよう何から見ていこうかと思うんですけどまあ日経平均のチャートはだからめちゃくちゃいいということでうわっとまだ行くのかっていうことなんですが、えー、注目銘柄そしてね、えー、R30 見ていきます まず R30 で、えー、今、元気がいい、えー、RSI が75を抜いてきた R30 を見ましょう。ね、えー、久しぶりにチェンジがね、えー、結構頑張ってます。ね、えー、日本株の場合は、ちょっと調子悪くても見放しちゃいけない。もうずーっと長く買っていかなきゃいけないんですよね、えー。餌いらないから別にね。あの信用取引でやってると金利の餌が必要になりますけど、 現物で買ってにはね、餌はいらないんで、えー、逆に、あのー、なんかね、配当金とか、これどのぐらいもらえるかわかんないけど、なんかね、優待とかもらえたりするんでね、えー、で、ずっと長く飼ってると、また元気が出てくるもんなんですね。で、ちょっと元気出てきましたね。まだまだですね、でもね、チェンジはね。JMO ペイメント、IR、このあたりはまあ、えー、相変わらず強いわけですけど、 まあ、どうなんですかね。この GMO ペイメントと IR あたりはそろそろストンと落ちてもおかしくない場所にはいるけれどもね。シフトとか、えー、チェンジなんかは、えー、これからまだもう少し伸びていけるんじゃないのっていう位置にいますね。だから、えー、4つ、4銘柄ね、RSI が9を。 9の RSA が75を突破してるんですけど、まあえー、成熟度合いで言うと、まぁ、あ、GMO ペイメントと IR はもうちょっと成熟しちゃってると。で、シフトとチェンジはこれからね、しばらく低迷してたんでね、これから伸びていくんではないか、みたいなチャートになっておりますけれどもね。えーまあどうですかね。で、ね、弱い順から見ると、日本 M&A、オリンパス、ソニー、 えー、IT メディアあたりですけど、いいチャートがない。いいチャートがない。いいチャートになってるものはないんですね。まあ、強いて言えば、強いて言えば、ない。ないですよ。ああほやがね、あの、この、一旦下げたところはまあまあのチャートなんですけどね。えー、だったんですけどね。いいチャートが今日はない。で、強い方から、 え、見ていくと、サムコが強い。で、これはね、え、でも、RSI がちょっと弱いんで、どうかなと思うんですけど、まだちょっと行くかもしれません。IR も行くかもしれませんけど、この辺はね、えー、沖並きみこの GMO にしてもね、チェンジはいいんですけど、東京エレクトロンみたいな、こういう M3 みたいなね、M3 も行けそうな感じはするんですけど、えー、 結構ね、えー、刈り取り、刈り取る時期に来てるからね。これどうなんでしょうね。えー、まあだから目立ってこう、高値取って、えー、突飛高的な状況になったら、一回外しておいてもいいんじゃないかなと思うんですけどね、一回外した場合、次に入るタイミングがめちゃくちゃ難しくなるんですよね。 で、えー、ラジオエジーが言ったから売ったけど、さらに上がってんじゃないかよっていうね。あいつのせいでってことになるわけですよね。<laughs> まあ、でも僕はテクニカル的なことを言ってるんですけどね。M3 は、この、こういうチャート見るとさ、やっぱね、もうこれいっぱいじゃねえのと思っちゃうんだけどね。まあ、日経平均もそうなんですけど。で、えー、日経平均どうなんだろうっていうところにちょっと行きますけど、まずちょっとね、 えっと注目銘柄とか見ながらね、行きますけど、うんねうん、日本ン M&A センター、そしてディップはもう終わり、えー、ブルドックはまだ伸びると思います。サイバーリンクスはチャートが悪いから、まあこれ消しとこっか。ね、あんまりこれ見てもしょうがないと思うね。チャートが悪いんだよね。日本ペイントはまあそんなに悪くないんだけど、 どうだろうま、あこの、こっちはもう消しとこう。これは。うん。除去。<laughs> これ除去。で、えぇ、ー、除去です。で、東芝、うん、とどこまで行った日本ペイントは、まあまあですけどね。あんまりこれもチャートが良くない。あ、上が、これは、やれば買いのチャートですね。えぇ、ー、m、まあね、も、まあどうなんだろうね。このぐらいで止まっちゃうのかね。もうちょっと行くのかね。 っていうチャートですよね。まあ、5と25の中間まで来たから、てしまってもいいかなっていうところですけど、えー。東芝が指定外で2部から1部に来るので、ブルドックと一緒でもうちょい上がるかもしれないよねって話ですね。で、日本光電は、えー、もうダメって言ったんだけど、上がってきましたね。<laughs> もうほっていきましょうって言ったんだけど。えー、上がってきましたね。 これはもう終わりーって言いましたけどね。上がってきましたね。なんか解決したんかこれはもしかして。悪材料がちょっとわかりませんが。もしかしたら何かちょっといい兆しも出てきたかのごときチャートになってますけどね。えー、今日は何か今日変えるものないか日本ガスぐらいなんでね。日本ガスぐらいなんだよね。こいつは今日変えたかもしれないぐらいの感じです。 これはもう終わり。EX 終わり、ね。ファーストリテイリングはなんかね、そろそろまた高値を取っていきそうなチャートになってますね。こんな感じで。えー、いっぱいリストアップしてますけど、なかなか今日買いっていうのはない。で、ね、トヨタ自動車も割と調整して、高いところから調整しているんですよ。で、えーね、悪くはないんですけど、買い。ね、検討できなくはないんですけど、 うーん。帰りがちっちゃい。もっとでっかく開いてくれないと下に変えない。っていうことです。トヨタね。でも割と、もしかしたら、こっから上に行くかもしれないチャートではある。っていう感じです。そして、日経平均を見てみましょう。えー、日経平均の、えー、先物です。 こいつは非常に元気が良かったのでございますが、夜になってしょぼくれてきております。なんでやねんって話なんですけどね。えー、で、これ、こうなってるってことは、アメリカが良くないのか、えっ、ー、と、見るに、えー、ね、米国三地も良くないということですね。そして S&P とかも、ナスダックとかも、5分チャートを見ると、ね、S&P と、 米国30、ニューヨークダウが良くない。で、ナスダックはそんなに弱くないっていうことなんでね。えー、やっぱりナスダック強いなっていうことなんですけど、ちょっと、えー、ニューヨークダウと S&P が調整するかもしれないよみたいな動きになっている中、日経平均が売られてるわけですよね。で、日経平均なんですけど、これ今のブーム化して、おそらくは外国人投資が上がってるんですよ。で、 ダメとなったら、要するにね、日経平均か、かあの、いろいろなものに投資してるんだけど、その中で、ちょっと出遅れ感があったんじゃねえのってことで、日経平均はっと買われているんですけど、えー、これね、そんなに買われる理由がない。ですよ。で、そんな中で、えー、相場のムードが変わってきたら、真っ先に売られると思う。<laughs> で、これね、今も見てるとわかるけど、結構、今みたいにね、 東京時間以外では割と売られる時期も、時間帯もあるわけよ。で、また買われて、また売られてってことで、おもちゃにされてるんですよ。日経費ね。なんで、それは気をつけてほしいのは、えー、これ、下げるとなったらね、一気に売られるから。えー、外国人投資家が一気に売ってくるからね。だからこういう、なんで、なんて言うんですかね。今、ニューヨークダウよりも売られてるじゃないですか。こういうのを見るとね、ああ、来るときは来るぞ、これ。売りが来るときは来るぞと。下げるときは一気に来るぞっていうふうに、 思いますけどね。で、明日は多分また高値取ろうとしていくと思うんです。何もない限りはね。えー、上に行こうとすると思うんですけど、まあ、2万9000の上にさらに行けるかどうかは、本当に危ういし、わからん。っていうところですね。まあ僕は2万9000の上は売ってもいいんじゃないかと思ってますけど、負けるかもしれない。売ったらね。そういう動きです。 これぐらい難しい動きってなかなかなくってね。完全な上昇トレンドじゃない。ね。上昇トレンドですよ。ね、僕はよく 25MA の下で買って上で売るって言うんですけど、トレンド出ちゃったらあんまりできないんでしょトレンド、強いトレンドができちゃったら、25MA の上で売るっていうのはなかなかできないんですよ。強い上昇トレンドが出ちゃってる場合はね。下で買うのはいいんですよ。上昇トレンドで下で買うのは。ただ、上昇トレンドになってて、 こう、崩れてきた時に買うと、そのまんまトレンドが変わって下落、下落に入っちゃうことがあるんで、それも難しくって、あんまりこういうふうにトレンドがね、上とか下に出すぎちゃうと、料理しにくくなります。で、日経平均は料理しにくい状態です。だからね、よまだ上がりますかって聞かれるんですけど、なんとも言えないという答えしかできなくて、 それでも専門家か <laughs> それでもお前プロか元プロかって言われるんですけど、うーん <laughs> そう言われても、わからんものはわからんと言うしかないっていうね。高いんですよ。高いんですけど、下げる兆しが全くないんですよ。だから、ね、悪材料が出れば一気に転ぶんですけど、 悪材料が出ない限りは行くと。で、今ね、結局これってね、日経平均のこの上昇ってワクチンバブルなんだよね。ワクチンバブル。で、えー、ワクチンでもう全部解決するっていう動きなんですよね。で、まあ日本はね、流行の状況もよ悪くないし、って買われてるんだと思う悪くないって悪いですよ。今も今日もいろいろニュースチェックしてたら、オーストラリアの話があって今全豪オープンがね、 えー、開催されようとし、開催されようとしていて、でも何十人も今ね、えー、隔離されたりしてるわけなんですけど、それでも、えー、今日ニュースチェックしてたら、オーストラリアは新たな市中感染がない。ね、一週間新たな市中感染がゼロ。っていうことでね、非常に素晴らしい体制で対応できてるわけですよ日本日本オーストラリア見習いっていう、ね、 えー、やってくれよしっかりと思うよねで。今回もだから東京が500人割ってきたらもう緊急事態宣言解除するとか言ってんだけどふざけんなって話でそゼロにしろよって話で一体何を考えてんだよって話なんですよね。えー、500人なんてさめちゃ多いじゃん。それを割ってきたら解除するとか言ってるんですけどまあどうかしてないか。 っていう中ですんでね。えー、上は、僕は少なくとも買いません。<laughs> 僕は少なくとも買いません。ね、売るかどうかは秘密。<laughs> 秘密って、基本的にはやらない。えー、やらないですけどね。もう、だって自分の、もう、手を離れちゃってるんでね。もう、自分、だわからないって今言ってるわけですよ。だわ分からないってことは読めないから、読めなきゃやらないっていうのがね。 基本です。はいで。読めないです、僕には。僕には。日経平均が。で、お前は、だからドル円の専門家だから日経平均は読めないんだろうって言われるかもしれないけど、そう、そうではありません。<laughs> 普段は読めます。<laughs> 普段はっていうか、読める時期もありますっていうか、読める時期の方が長いです。でも今の日経平均はわかりません。<laughs> 正直。本当に。こんだけトレンドが出ちゃってね、めちゃくちゃな資金がどっかから入ってきてるんでね。 だから人気化してて、わけわかんない。人気化した銘柄とか、人気化した金融商品は、触れないんですよ。正直。だからビットコインみたいなことになっちゃったら、もう触れないんですよ。触ったら怪我するんですよ。だからね。そういう状況になってるんで、どうしようもないという話。えー、高いんだけど、下がる兆しがないっていうことね。だから今日も、日経平均3万円いくのかどうかって話をすれば、 えー、残念ながらわかりません。<laughs> なんいくかい行かないかいはっきり言えよって言われるかもしれないけど本当にわからないですね。えー、個別銘柄はねまあこれは買えるんじゃないかとか売れるんじゃないかっていうのはあるんですけど日経平均の指数はもう本当にいつどかって落ちてもおかしくないけど下がる気配なしっていうただそれだけ。 売れるほど弱くない。買えるほどた安くないっていうね。そうなんですよね。明日もだから、現物の日経平均見てれば、高く寄って上に行く感じなんですけど、ね。まあだから個別銘柄やるしかないよねって話です。原因はちょっと調整気味です。当たり前です。高いから。ね。 で、えー、金銀も、あ金銀はもみ合いです。当たり前です。25円目付近だから。まあ、これはテクニカル的にはね、まあ、横ば言いながら、下上下上ってやってるやつなんで、金とか銀はね。これはまあ読めるし、25円目の下に来れば買いってのは、皆さんにも明らかにわかると思いますね。25円目の下に来れば買いでしょ銀ね。金もそうですだけど、 こういう豆みたいなね。豆みたいになっちゃうと、大豆ね、これ。こうなっちゃうと、こう来た時に、これ、今は確かに安いけど、上昇トレンドであるだけに、これ、こう来ると、このまま崩れて下落トレンド入っちゃって入っちゃったら、結構下げるしね。で、えー、下落トレンド、ここで、ね、えー、反発して上がるかもしれないしっていうのはね、ほんと分からなくなっちゃうんですよね。トレンドが出ちゃうとね。 まあ、トレンドが出たときは、まあ、もちろん短期ではできるよ。短期ではできるんだけどね。だから短期で下げたら買ってってことはできるんですけど、そういう意味でね、難しくなります。いすいませんね。わかんないって話が長くて。<laughs> ドル円い行きましょうか。で、個別銘柄に関してはね、これっていうのが、大阪、大阪ガスじゃない。えっと、日本ガスぐらいしかないんですけど、 ね、また出てきたら紹介しますけど、出てこないんで今日もね。あ、ちょっと終わり値で下げすぎ、売られすぎ。ないんですよね。プレザンスが安いんですけど、これはチャートが悪いので、うーん、やらないでおきましょう。気持ち悪いこれ。このチャートは気持ち悪いね。こんな結構強い足が出たかと思ったらいきなり陰線で消してくるわけじゃん。無理だよ、こんなチャートは。嫌だよ。何が起こるかわかんないよ。うん。 かねすごい不安定なチャートなんですよ。行ってみればね。めちゃくちゃ不安定です、これ。本当にお前、東証一部かいぐらい不安定なんでね。これは触りません。えー、触ると危ないぜというチャートでございます。さて、USDJPY に行きましょう。今日の USDJPY のご機嫌はいかがか。 ということなんですけど、先ほどまでご機嫌悪く下げておりましたが、今またちょっと上がってきておりますけどね。えー、方向感がありません。で、まあ、横ばっちゃってて、何にもできません。困ったね。えー、僕もね、ドル円があの、頼みの綱なんで、これで稼いでいくしかないので、ね、えー、老後の資金を <laughs>、これで稼いでいくしかないんですけども、 えー、横張ってしまって、こんな感じで横にギヤーっとこうね、バーコードみたいなチャートになってきますと、もうこれはお手上げでございます。できません。<laughs> だけど、まあ、要はこれはトレンドはそんなに強くは出てないんで、下がれば買えるし、上がれば売れるということなんでね。まあ、しばし待てばいいということになります。えー 日経平均みたいな、まあ、わけのわかんない動きにはなってません。で、水準感からしても日経平均はめちゃくちゃのところまで来ちゃってますからね。2万四千円がめちゃ高かったのに、8千円とか9千円まで来てますからね。これはね <laughs>、まあ、本音で言うと、こんなもん続くわけないっていうことになるんですけど、日経平均の話に今戻ってるんですけどね。まあ、ドル円に目を移せば、 えー、横ばいなんでね。上がったら打って下がったら買えばいい。ということになりますけど。でね、そろそろ上か下かどっちかに来るよ。この人は。そろそろ上か下かどっちかに動くよ。この人は。動く。どっちかを当てるのが、当てればかっこいいですけど、わからない。ま <laughs> たかよ。 これもわからないんですよ、本当に。またかよって言われるかもしれないけどね。これね、あの場所によってはね、下だ上だ言える。で、この間下だって言って上に来たよね。外したわけですけど。まあ割と僕ドル円の動向を当てるんですけど、この間この後デッドクロスしてくるんじゃねえのって言って、やるんだったら上じゃねえのって言ってから上がってますよね。すいませんね。<laughs> なかなか珍しいんですけど。 まあ、要は、25MA のね、ところで、こう、上から来たから、デッドクロスっていう、レギュラームーブメント的に、普通に来ればデッドだよね、っていうことで言ったわけですけど、まあ、前までね、ここから跳ねるとは、可能性はあるとは言ってたけど、弱かったから、最近ね。デッドクロス、自然に、普通に来るんじゃないって言ってたら、また、渋って、下げ渋っているわけですよね。ただ、どうも見てて、えー、スコーンと抜けてくるみたいな、 上にねこんな感じの動きになるようなエネルギーが今ない。ね、ない、えー。多少金利は上がってますけど、ないんでね。で今結局この動きっていうのは FOMC を待ってるわけですよ。まだ月曜日なのにね。まだ、あ、関水木まであるのにね。まだままあ、今待ってる感じの動きになってるわけですよね。FOMC までは、えー、ぐじゃぐじゃして、FOMC をきっかけに 上がるか下がるか、みたいな感じになるかもしれないし、その前に上がるか下がるかになるかもしれないけど、え、もうそろそろどっちかに行く。でもそ、それはわからない。で、た分下。た分下。下がる。上のエネルギーはあまり感じられないんで。だって見て。上値切り下げてきてるでしょここね。でで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 って下がってきてるでしょ こういう場合ってやっぱりどん、下がる可能性が高くなってくるんですよ。本当か本当かね。ここなんかは、そんなに上で切り下げてないよ。ね。で、横ばいして、下ひげつけて、ちょっと強いみたいな動きを見せながらの、ダダダっと言ったわけよ。ね。だけど今回は、 ちょっと上がったけど、いけなくて、いけなくて、いけなくてってことで、高値はだんだん高値を切り下げて、ここにトレンドラインを引けば、右肩下がりのトレンドラインが引ける。こういう場合は、普通は落ちる。普通は落ちる。落ちる。<laughs> でも、 かけて売っちゃダメ。<laughs> まあやってもいいけど、ねかけて売ると上に行かれた時にギャフンってなるよ。ギャフンってなった時に対応できますかね。対応できないと困るんで、それはやらない方がいいんですけど、どっちかっつったら下じゃねえのかな <laughs> と思うわけです。それは前から言ってますけどね。なんか上のエネルギーがなくなってきたから。でも今目の前で見ると、 ちょっと売られてからまたわーッと上がってきてるんで、強くも見えるんですけどね。弱くはない動きにも見えるんですけどね。えー、まあ、えー、難しいと感じる方、それから、えー、慎重にやる方は、下がったら買い、上がったら売り、ひたすら待ち、それ正解。ということになります。EURJPY25M 付近でもみ合い中。 横ばってるんで、ノータッチ、触れません。GBP、もうちょい上がってきたら売りがしたいんですがね。横ばってるんで、触れません。AUD、横ばってるんで、こっからは触れません。やるんだったら売りじゃねえのか。高いから。っていうことなんですけど。カナダドルはちょっと調整中。下がるの待って買いましょう。っていうことでね、毎日。 ね同じことしか言えない。だって同じ横ばいしてるんだもん。横ばいしてたら同じコメントになっちゃうんですよ。EUR、えー、e、USD も横ばいしてるから触れません。っていうことでね、えー、見てきたわけなんですけど、面白くないね。<laughs> こういう停滞相場になると何にもできないので面白くないね。 ねえ。面白い話もできないし。ねえ。困った。<laughs> 困った。わけなんですけど。ねえ。そんな動きになっておりますよ。えー、もう一回日経平均とか見てみましょうかね。で、あのー、こういう人いるかもしれませんね。あの、今、揉み合ってるから、待っててくださいって言ってんだけど、ね、僕が。 待てって言われても、すでに入っちまってるよっていう人ね。ね。いますよね。で、日経平均、待てって言われるけど、俺はすでに買っちゃってるよ。ね。あるいは、俺はすでに売っちゃってるよっていうね。それで、どっちがね、どう、どうしたらいいのか。で、えー、今の日経平均、まあ、あね、これはわからないんで、 自信がなかったら、えー、ボーンと逆行した時に大丈夫なとこまでポジションを減らしておきましょう。っていうことですね。えー、それは、そう。で、ドル円の場合は、今、もう入っちゃってるっていう場合は、どうしたらいいかっていうことになりますけれども、ドル円の場合ね。えー、これは、僕はこう思うっていう言い方しますけど、 えー、買いで入ってる人は危ないかもしれない。売りで入ってる人の方がちょっと有利かもしれない。今ね、入っちゃってる人は。でもどっちもあり得るので、ポジションを減らしておいてください。今結構入ってる人はね。ポジションは減らしておいた方がいいと。まあ、ね。 ドル円だったらまあ、上に来てもそんなに上はないし、下もそんな下はないんで勝負できると。日経平均はもうわかりません。行ったら3万2000円とか行っちゃうかもしれない。ね、下がってきたらいきなり2万7000円くらいまでダダっと下がるかもしれないっていうところなんでね。非常に危険です。日経平均はね。ドル円の方がまだ安全なんですよ。ね。で、どっちかって言ったら、ドル円は売りの方が 有利かなって僕は思うんですけどね方向感ないんででどっちかに FOMC 前あるいは後に動く可能性があるので気をつけてくれ気をつけてくれということですだから今日はえー、あまりこここれぞというチャンスがなくて待ってくださいとねっ日経平均に関してはただただわからんと 言ってるだけの話なんで、本当に申し訳ないです。<laughs> 個別銘柄もいいのがないし、困ったら今日は、だから、あの、夜トレやろうかどうかぐらい思ってたんですけどね。ね、と思ってたんですけど、一応、そういうわからないときとか、もみ合ってるときは、それなりの夜トレをやってみようかなと思って、やってみましたけど。 ごめんなさいとしか言いようがない。っていうか、こいつらが悪いんだよ。見てよ。ずっと横ばいじゃない。<laughs> ね。日経平均だってさ、ね。僕はわかんないとか言って、ねって。怒られるかもしれないけど。こ <laughs> れかもしれないけど。<laughs> あ、日経平均も、ずーっと横ばいなんですよ。基本的にはね。えー、日経平均。冷やし。ほら。 ずーっと横ばいなんですよこ,れここなんか1か月ぐらい横ばっていたわけですよ。ね1か月以上ぐらい横ばっていた二2か月近く横ばいしてましたよね。またそういうふうになるかもしれないわけですよ。そんな中でね、売り買いできないよ。<laughs> 個別銘柄ならともかく指数の売り買いできないよ。どれも動かなくなっちゃってるわけでしょ。 終わります, <laughs> すいません盛り上がらなくてごめんねー。